今日こそ今シーズンホーム初勝利をサポーターに届けたい4位松本山雅 FC、 14位 FC 岐阜を迎えての一戦です。先にチャンスを迎えたのはアウェーの岐阜。4分、2試合連続ゴール中のナザリトがフリーキックを直接狙います。一方松本は7分、コーナーキックの流れから岩上がゴール前に、川口が抑えた。この場面キャッチしたボールを引き寄せた際にラインを割ったようにも見えましたが判定はノーゴール。23分には岐阜サントスのロングスローから中途半端なクリアをヘニキがつなぎ、太田圭介ボレーで狙いますが枠の外。なかなかリズムに乗れない松本ですが、34分、コーナーキックを船山がヘディングで合わせると、37分にはスローインから決定機、岩上のロングスローを飯田が頭で落として塩澤、しかし決められません。スコアレスで折り返した後半、まずは岐阜。52分、この日ボランチに入ったヘニキがシュート。さらに64分、高市でボールを奪うと高地から太田圭介、ペナルティーエリアの外から果敢にシュート。ここは村山のセーブに合いますがなおも攻める岐阜。72分にもチャンス、遠藤がドリブルで仕掛け自ら狙っていきますが、このシュートも先制点とはならず。すると74分、松本はゴール前でのフリーキック、決めたのは岩上。鮮やかなフリーキックが直接ネットを揺らし1対0、松本が先制します。そして試合はそのまま松本が勝利、トップオブ北アルプスを制し今シーズンホーム初勝利を挙げました。